オーストリア継承戦争のホーエンフリーデーベルクの戦いで応対で前進するプロイセン軍不評応対は不評の戦闘体系の一種である。応対は不評を横に数列に並べる戦闘体系であり、広い正面への攻撃力を最大化できる性質を有する。歴史を通して最も標準的に用いられてきた体系でもある。槍を装備した古代のファランクスも、 王対の一種であった。小銃装備の不評で編成された近代的王対戦術は、7年戦争において、プロイセン王国のフリードリヒ大王が効果的に活用した。17世紀から18世紀のヨーロッパの軍隊では、個々の王対は、不評大隊を単位として形成された。王対の幅は2列から5列とされることが多く、3列とされるのが一般的であった。 列と列との間は半メートルの間隔が置かれ、各列の兵士も射撃と弾込めができるだけの間隔を置いて整列した。大隊を組んで戦うには十分な訓練と士官と歌手官による綿密な指揮を必要とした。歌手官は大隊の背後に配置され、長い槍を使って隊列を乱す兵士を正す役割をした。大隊の移動速度は非常に遅く、 よく訓練されていない限り体型を保って前進することは不可能であった。また王体はその硬直性のゆえに側面や背面からの騎兵の攻撃には脆弱であった。王体は多くの場合固定的な体型として用いられ兵士は渋滞で前進し敵前で王体に展開して射撃を開始し敵陣突破の際には再び渋滞を組んだ。イギリス軍は ナポレオン戦争では、兵力不足を補いつつ正面火力を最大化する、目的から二列応対を標準体系とした。二列応対は19世紀末まで、イギリス軍で使われ続けた。クリミア戦争のバラクラーバの戦いでは、第93ハイランド連隊が二列応対を組んで、ロシア軍機兵の突撃を撃退した。19世紀後半以降、兵器の射程と破壊力が増大したため、 不評は、残酷や遮蔽物に身を隠して射撃するようになり、応対を組んで戦うこともなくなった。ありがとうございます。